じゃあ、こんにちは。はい、はい、ガンちゃん。はい、あ、お久しぶりです。なあ、今日お邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう昭和の飲みの飲み屋みたいな会話してな。そうなんですよ。もういい香りするんですね。もう昭和のスナックですよね。なんか最近世の中もちょっとスナックやなんやかんや社交の場がちょっと広がってきた。だって僕も私もこうリハビリしないと。ですか。結構行ってんの。いや、全然行ってないです。行ってないだろ。はい、北海道でも行ってない。行ってないです。はい、やっぱこんなもう目立ちますんで。でもこの前さ、すすきの行ったら人手がちょっと出始めてんな。そうですね、飲食の方々は本当にだいぶ活気が戻ってきたと言われてます、うん、なあ、はいはい、さあガンちゃん、はい、セリーグでノーヒットノーランを次にやるピッチャーっていうのは、いや予想したんだよ俺は。ああ、はいはい、まあ、例えば森下とか、はいはい、可能性がある、はい、で柳、はい、まあ、いいですね、可能性がある、はいはい、まあ、この2人ぐらいをちょっと予想したんだけど、はい、で今年完全試合からノーヒットノーラン、まあ、結構出てるじゃない、両リーグで。パリーグをこう見渡したときに、次誰がやるぞ。いや、まずさ、今年もう1回ぐらいあるでと思うのか、はい、いや今年はもう板川さんもうないわと思うのか、どっち。僕は新しい人はもう出てこないと思ってます。お、はい、じゃあダブルでやるという。やるんだったらあのピッチャーもう一回やるんじゃないかなぐらいはあります、うん、誰だろう。佐々木朗希投手ですか。そう、可能性はあると思う。それぐらい今彼のピッチングはズバ抜けて強いと思っている。しかもまだ伸びしろがあるというね、うん、他は出てこない。いや、打者たちがもう夏に向かって、うん、まあ、仕上がりって言ったらおかしいんですけど、その対策はすると思ってるんですよ。はい、なので、まあ、言うたらまだ半分ぐらいですよね、今シーズンの前半だから出たのかなとも思ったり、であとノーヒットノーランや完全試合してるピッチャー見てると、いや、やるわな、このピッチャーと思うぐらいです。それぐらい強いピッチャーが今多いです、ね。まあ、例えばその佐々木朗希、はい、山本由伸、はい、まあ、東山、はい、この3人が達成者だよね、はい、他に出てこない。僕は出てこないと思っています。だからそれぞれのピッチャーに可能性はあると思うんですけど、まあ、それは投げてる以上はな、投げてる以上は、うん、はい、でもいや打者たちはこのままとは思わないんですよ。俺は可能性を感じてるのは岸。へえ、なるほど。岸で条件がある、はい、ゾゾマリン、あこの風とカーブ、岸が持ってる変化球、はい、まあ、特にカーブとか、カーブとチェンジアップは向かい風もう大好物ですね。そうだよな、はい、いやだから俺は岸が可能性があるなと思って。だからこの前さ、山岡がオリックスの投げた時に、はい、もう魔球みたいになってたから、ね、そうですね、カーブ激ブレーキでしたね。そうそうそう、ちゃんと抜けてうわーっと落ちてましたもんね。で、まっすぐもなんかちょっとスライド回転だと、はい、ものすごい曲がってたんだよね。こんな感じですね、はい、いやだから俺は岸は可能性あるなと思って、はいはい、お、球場の条件付きでってことですね。条件付きで、うん、だから岸がZOZOマリンで投げるときは注目しておいてもらいたいな。でもそう言われると僕納得に至ります。納得するでしょ。はい、岸のカーブとあのチェンジアップが向かい風を受けて、その風を岸が掴んだ時にはバッターたちはもうどうしようもなくなる。どうしようもなくなる。あとはね、噂はね、可能性あるんだけど、はい、ロッテに弱いんだよ。あれ不思議ですよ。あんまりね、あんまり相性が良くないんだよ。そうですね。なんでか勝てない。この間もいいピッチングして0点で終わったんですよ。0点で7回まで0点。確か4、5点リードしてたのよ。4点、4点。4点ですよね。ほんで8回9回リリーフが打たれるっていうね、これ相性なのかなと思うような事件。石川2点、北山2点取られて、そうです、北山がもうちょっと取られました、ね、その後変わって、あ、そうピッチャー渡辺、鈴木健也、あ、鈴木かが打たれて勝てなかったんだけど、なぜか相性が悪いから、やっぱね、相性が悪いところでいくら風が吹いてもなかなか難しいよね。あ、相手が自信持ってるから。はいはい、僕もよう言われたな、後から聞いたんですけど、当時福岡ドームで岩本先発、あ、終盤まだ元気に投げてるけど岩本はこの球場じゃ勝てないからって言った人がいたんですよ。やっぱ相性があるのか、あらあ、なんか不思議な、まあ、そういうのはずっと定説はいっぱいあるんですよ、野球界。そうなんですね。
綺麗ですね、相変わらず。飲み屋じゃないか。ああ、すみません、ここは六本木ですけど飲み屋じゃないんですけど、あと大野雄大投手が、はい、まあほぼほぼ完全試合したじゃないですか、まあ、延長で打たれたなんですけど、もう1回ぐらい本当のかん、いや、なんかやりそうな感じってのは阪神戦だったらあるかも。青柳投手ともう1回ですか。いや、やっぱ阪神打線はもう大野アレルギーぐらいで、大阪の番組で矢野監督が、はい、申し訳ないけども顔見たくないって言ったんですよ。そんなに嫌なんですね。そう、あ、じゃああるかも。うん、で井上和樹コーチと一緒に大阪の番組出てて、矢野監督が喋ってる時、井上コーチは横で画面はみ出てたから、ね、なんではみ出てるの。フレームからもうカーンと16対9の画面、そう、撮り方やろ。あれ人サイズが違う。和樹ちょっとオーバーサイズになってますけどみたいな冗談ですけど、はい、はい、その冗談飲み込んでくれる和樹、うん、I love you、うん、ここ飲み屋ですか。飲み屋っぽくなってきたな。それぐらい阪神打線はもう大野苦手なんですよね。いや、ただね、俺矢野監督は大野に対して特別な打線を組まないんだよね。だから、まあ、例えば近本、中野、里輝、糸原、こういった人間を並べてくるんだよ、はい、大野は左に対して弱いから、うん、なるほど。だから俺は阪神戦はないと思う。ないか。ただね、条件としたら広い球場だな、やるとしたらバンデリンドバンデリーとかってことですね、うん、そうだね、うん、だから可能性はあるよね、うん、だから今永が、札幌ドームでかあのノーヒットノーランやったのは、やっぱり球場の広さも手伝ってる、ね、あると思います。思い切って高めいけますからね。そうそうそう、はい、僕もノーヒットノーランのスコアブック書いたの初めてでした。俺も解説したの初めてだ。すごい。それって記念すべきことなんですか、解説者にとっては。いや、どうなんだろうか。もう並びで豊さん座られてたんですよね、あの時。あ、じゃあ2人で一緒に見た、見てたってこと。息商人、息商人ですよね。息商人、息商人、あれ喋りにくいな、なんかな。なんで喋りにくいなんですか。いや、やっぱ攻略法を千人、攻略法をしなきゃいけない、喋らなきゃいけない。あ、そうですね。で、攻略法なんかない、もうそうだ、ハマっちゃってるから。もうえ、あの時見ててもう何回ぐらいから行くなっていう雰囲気あったんですか。5回ぐらい。早いですね、もう早い。いや、だって全くだもん、日本ハムの打線が。ともうピッチャーの目がもう入ってたもんね、ゾーンに。そうなんですね。入ってた。でもあれね、後から聞くと9回になった時にビッグボスが選手たちに小細工するなって言ったみたい。あ、僕も外から入ってきた情報だけども、まあそういう、ま、周りから見てわせっこいなっていうような、そういう人もいるじゃないですか、うん、そういうことはするなと。みんな普通に打ち抜け、あ、山張っていけぐらいのね。普通だとやっぱりノーヒットノーランされる側のそのチームって嫌じゃないですか。だから何としてでも塁にっていうことを考える監督とかコーチ多いのかな。いると思う。いや、まあ多いけど、うん、でもそこでセーフティーバントだとか、うん、あんま考えないよね。やっぱ正々堂々と向こうだと向かってきてるわけだから、うん、やっぱもうこっちも正々堂々と向かっていきたいよね、うん。例えば何球も当てられてるとかさ、はい、そうなったらこの野郎と思ってちょっと揺さぶったろっていうような気にもなるけど、はい、まあ、そういうことはしない。逆にね、それをね、選手たちに普段から思い切っていけよって言ってるそのビッグボスがまたそこで小細工するなっていうのが俺結構グッときて、熱くグッときてかっこいいなと思って、うん、そうですね。うんうん、放送席では、まあ、ちょっと揺さぶりたいですねとかやっぱ言ってしまうのよ。言ったの前に言いました。いや俺も絶対言ってない。僕6回7回ですよ。6回7回ぐらいにやっぱ揺さぶっていや、だから自分が言ったことを後でビッグボスが正すようなことを言われたからドキッとしたんだ。違う、あの6回7回ぐらいに攻略やっぱ聞かれるじゃないですか、やっぱ揺さぶりも必要になってくるんじゃないですか。ピッチャーはマウンド上でバタバタされるのは嫌だと、うん、はい、だからそういうことも考えられますねって言っていて、で試合終わって後から9回は小細工するなって言ったということを聞いたから、ああ現場とやっぱこれだけ違うなと思いながら勉強になったんですよ。いや俺はもう2回やられてるタイプだからさ、毎年やられたから前剣と山井に感じされたんですか。ああ2回の人ならやられてるから、だからその時はもう絶対小細工なんていうことはしない、言わないよね。だから選手がやるんだったら別やけど、はい、こっちから指示するということはまずない、うん、でもね、あの時にね0-0で行ってたんだよな。で宮崎を2点タイムリー打ったんだよな。でその時にやっと点が入ったんだよ。今永がすごいなと思ったのは
本当嬉しかったけど、札幌ドームの試合ですね、はい、いや喜びを表現すると緊張感が緩みそうなんでぐっとこらえたっていうんだよね。あ、これはいいピッチャーだなって、賢いピッチャーだなって、それピッチャー心理からしたらどうなの？思いました。確かにあれアップで映ったんですよね。ほんならもう行かない、もうあのコロッケさんの五木ひろしさんのモノマネみたいにツッツッツッって我慢してたもん。そうだね、細かすぎて分からんけど、ね、微妙な表現ですよね。いやでもああいう時ってピッチャーの表情すごく気になるから、うん、でスタッフさんもよく撮ってくれてたなと思って。でもね、確かに喜ばないんだよ、あのね、途中で試合の途中で点が入った時にクワーって喜んでるやついるじゃん。います。全く表情変えなかった。変えなかったですね、うんうん、で後でコメントで本当は嬉しかったんだけども、その表現をしてしまうと緊張感が緩んでしまいそうな気がしたんで、それはしませんでした。普通の0対0だったらからだったらイエーってやってたかも。あ、もう自分でノイトで分かってたから、まあ、そうだね、はい、そうだ、宮崎が打ったんだ、あれ勝負強いなと思ったんだな。そうそうそう、私も守る方も緊張します。守る方が余計に、いや守る方は緊張しない。ノイトのオーラをね、あーパーフェクト、エラーでもダメ、いいじゃん、はい、別に。あ、そうか、あのパーフェクト完全試合だともうね、余計なことしやがってと思うよ。ピッチャーに対して。俺は思うよ。あの時のサードのエチェバリアとショートの藤岡でしたっけ。あ、もうあの本も木人拳みたいな動き方もあった。木人拳みたいな。いや最後藤岡のとこ飛んできたのバウンド合ってないからな。緊張してたんですよね、うん、ほんま今ね、もうそれ今見られる方は見てもらうと木人拳みたいな動きで。ほんとだよ。そう、手出しが、もう手出し一緒。もう耳ヒヤヒヤですね。大変やったもん。ああ、そういうものなんですね、うんうん、であの悪いけどこっちは笑ってしまうの、うん、でも藤岡いい経験したなと思うよ、うんうん、でもあの試合、まあ、振り返りますけど、あそこは松川ですよね。だって僕何がすごいかなと思ったのは、あれ三振取ってもワイルドピッチで完全消えるんですよ、もし。いや、そうなんだ、うん、そうなんですか。消える消える、パーフェクトだから。それをガンガンフォークボールガンガンいったもん。だ、自分がもしなかったっていう。そう、うん、でもすごい達川さん言ってたよ、フォークは大丈夫です。いや3日もやればね取れる。いやいや達川さん、いや達川さんが言ってた。厳しい。お前野球選手だぞってね。で小園っていういいピッチャー取ってたよ、高校の時。そんなお前豊かなんかもう3日やったら取れるよって。いやほんまかいと思ったけど、達川さん、それは違うと思います。松川褒めてあげてくださいよ。松川のことはあの褒めつつ、はい、いやいや取れるってって。そうっすかね。まあ、フォークボールはっていう人はいました。まあただ止めるのはね、たださそんなにワンバンでもなかったんだよ。そうですね、うん、実はいいとこいいとこやったんですよ。あ、神がかったコントロールだったんですよ。ワンバンなりそうなミットに収まるとこ。ちょっと話まとめるとさ、そのノーヒットノーラン完全試合は佐々木朗希に可能性をまた感じる。僕は感じてます、はい。まあ、それこそマリンで投げることも多いですし、まあまあそれは誰しも考えるよね。あの映像は正直新たにの選手は僕は出ないかなと思ってます。あ、そう。セリーグは、セリーグは